札幌市とスキーやスケート、アイスホッケーなど15の競技団体との会議で、秋元市長はマラソン競歩の札幌開催が決まった来年の東京オリンピック・パラリンピックの成功が次のステップにつながっていくと述べました。マラソン競歩の開催が札幌市が目指す2030年冬季オリンピック招致にも追い風になるとの認識を示した形です。スポーツ団体という中では、夏と冬を区別することなく、すべてのスポーツ団体がこのマラソンについて協力をしていきたいということであります。北海道スキー連盟の勝木俊明会長は、競技団体のスタッフをボランティアとして派遣することを検討するなど、全面的に協力する考えを示しました。